いやでも実際そうじゃない、普通だったらさ、もう週もんってなったら検証会員の立場で絶対会わないじゃん、会えないじゃない、うん、今そうなってるんだよね、うん、会っちゃいけないって、いさめる時じゃないって言われてて、でもその中でもこうやって会ってくれるし、うん、でここで豊田さんがいっぱいお話ししてくださって分かったと思うんですよ、検証会がいかに今まで検証会で聞いてたことと違うと思う、本当に。だからこそね、信じてたの、そのなんつうの、ギャップじゃないけど、うん、浅井先生が間違ってたなんてっていう思いももちろんわかるし、うん、ただ本当に間違ってるんですよ、うん、うん、今決断しないとどん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 自身も苦しむし、お母さん、縁させた方たち、お父さんもそう、亡くなってるね、お父さんもそうだし、本当のエコーできてないから、うん、検証会では、うんうん、そこで追い詰めるわけじゃないけど事実なんですよ、本当に、うん、だから、うん、どの意味で幸せになりましょうよ、うん、どう今のところ、ここら辺のところまでどう、ちょっとご発言を、うん、溜まれたいと思うんですが、刺されまくってると思うから、いやなんかね、ナイフ抜いてちょっと感想とかさ、うん、今の気持ちをちょっとお話ししていただければ、うん、率直なところを聞かせて、ピクニックすんなよ、うん、お寺に行きますか、ね、お寺に行きたくない、え行きますか、はい、そんなとこ行けますかって、あ行きますかって決意の、うん、行きますかってこと、連れてってって言うね、うん、そう、私をお寺に連れてってって言うね、こっちのほら、イントネーションとかわかんないからそう、じゃあもう一回、テイク2です、テイク2どうですか、そうはい、それか、テイク2お寺に行きます、おお、行こうよ、今日間に合うの、わかりませんじゃあ、まあ行くだけさ、行くだけ行くんだっても行ってさ、あの海藻にもう吸って油汗かいてねえ辛かったと思うけどさ、まあほらね、みんなあんたのこと思ってたよ、ゴンギョですよね、夕方のゴンギョ、あの一斉ゴンギョでいいですか、うん、まあどうしても無理ならさ、あれじゃんか、明日だって時間もし取ってもらってさ、こんなのじゃ人生の一大事だからね、そのパチンコとかスロットとかってもんじゃないんだからさ、だから何はさておいてもまずお寺へ出かけていくってことはした、今日無理なら最優先、だからもう本当にダメ元ですよ、あの今から、まあ、夕の御業は何時かの予算が決まってるわけだよね、それには間に合わないんですけど、その後にご自戒をお願いできるもんでしょうか、ダメだって言われたら、はい、ありがとうございましたこの間だと東京でも同じ目にあったもんね、報道院か第何時か欠場するはずだったら欠場しちゃったのよ、うん、でもう夕のゴミはもう済んでる、うん、でも今日しかもう日曜日、うん、日曜日しかダメ、うん、もう今日しかないと、うん、それでもうダメ元で連絡入れたわけよ、うん、そしたらあのちょうどご住職、うちのご住職もゴミのほんと5分前で、うん、その瞬時で電話してくれて、でもご住職そのままゴミを行かれる、でこっちはだから報道院からの電話待ち、それが結構あってさ、頂戴しようっつって、その人と一緒にもうすでに頂戴してそしたら報道員から出会いましたって、ぜひにって言ってますって、やったー、池袋、いやもう何でもやっぱり行ってみるもんだなと、いや一瞬さ、お寺なんか行けますかってそういう風にイントネーションが取れたのよねはぁーみたいな、じゃあ毎回第2ラウンド行っかなみたいなそれで準備したの第2ラウンド用の私思い出がこっち見てたこれをとうとう感じてたんだよもうこれ以上はきついと思って逆に自分でストップをかけない